演出家のまさきです。あいうべー、気が狂ったみたいですね。呼吸に関係する脳の部位に対して脳のマッサージをするような効果があいうべーで認められるという、これにエビデンスが出てるんですね。まあ皆さんもやってるかもしれません。これを3分やるだけで口呼吸の改善、免疫力アップで口臭改善ということですね。2つ目、あそうそう、いびきもなくなるそうです。あるいは脳の活性化、居眠り運転防止にもなる、顔のシワが伸びて小顔にもなるということですね。人間力増進講座35回目、夏バテコロナバテ防止、脳は退屈がお好きというテーマで送りたいと思います。3つのポイントで今日もお送りしますが、1つ目、脳の深呼吸、2つ目、退屈のすすめ、3つ目、脳を痛めつける嘘ということですね。脳スペ特集2回目となります。前回ご視聴してくださった方から、夏バテしない、コロナバテしない脳の取り扱い方を教えてくださいという質問がございました。もちろんあります。今お示しした3つのポイントの中にその答えが散りばめられていますので、どうぞお見逃しなく。1つ目、脳の深呼吸、冒頭でやりましたあいうべですけども、あで脳を冷やし血流が低下する、いでフラットになって、うで脳を温めて血流はアップ、そしてべーでまたフラットになるということなんですが、脳全体の血流がアップすることがこれで分かっている。一つの音を4秒から5秒かけてやるとちょうどいいと言われています。ところで、あなたの心はどこにありますか？今言った血流と脳との信号の送り合いにあるんですね。つまり脳が心のメインエンジンということになります。心臓が1回ワンアタックすると血流は体の中にどのくらい流れるか、それは約70ml、コーヒー1杯分ぐらいでしょうか。1分で 3.6リットル、1日に216リットル、216リットルというと約浴槽1杯分ぐらいになります。朝から晩まで働いて帰ってきて浴槽を見たら自分の鼓動がそこに入っているという、そんな感じでしょうかね。一生この鼓動が続いて死ぬまでの間におよそ15万トン、15万トンというとタンカー1杯分ぐらいになるということなんですね。その血流の時速、体を流れているこのぐわーっと流れている時速が216キロ、新幹線ののぞみが270キロぐらいですから、まあ本当に体の中をそのような新幹線がブリ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 って走ってるような、そんな感じでしょうかね。ところで、血管の長さはどのくらいあると思いますか？これが地球2周分約8万キロということで、この8万キロの長さを血流がふわーっと216キロで約30秒で流れ切る、パッ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 ってどんどんアタックしてるわけですよね。一つの情報は目を通ってまず後頭葉に流れていきます。そこから前頭葉で情報が整理されて知覚するまで 1.5 秒ですね。 1.5 秒というとプロのピッチャーがキャッチャーに投げてキャッチャーが取るぐらいの誤差です。その間に必要な情報だけが後頭葉からこう整理されて前頭葉に来るわけなんです。たった 1.5 秒なんですね。前頭葉というのは私たちの人格や動作の決断をするような機能を持っているわけですね。そしてこの情報をぐらーっと整理してくれるのがニューロンということですね。神経伝達物質がニューロンとニューロンとの間ぐらーぐらーぐらーとまた脳の中でこれ走っているわけなんですよね。そしてこのニューロンというの、そういった働きについては前回の配信で、詳しく話していますので、どうぞ合わせてご覧いただければと
思います。さて、情報を後頭葉から前頭葉に送るこの経路には2つの経路があるんですね。一つはこの側頭葉に向かっていく What line、 そもそもなんでということですね。2つ目のこのラインは頭頂葉を通っていくライン、How line と言います。どうやってっていう感じですね。日本の教育はこの側頭葉に行く1ラインは置いといて2のラインどうやってというハウラインばっかりですね。どうやって勉強する、どうやって学力を上げる、どうやっていい大学入る、どうやっていい企業に入る、どうやってどうやってどうやって生きる、そんなことばっかりなんですけども、本来この2のラインではなくて1のラインが満たされないと2のラインはまともに働かないということです。このホワットラインというのは、そもそも私たちはなぜ生きているのか、どこへ行こうとしているのかというようなこと、このことが徹底的にそも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 どうしてというところ、このラインがしっかり満たされる必要があるんですね。なので2のラインばっかり満たしていると1のラインがだんだん消えていってしまいます。ですから皆さんが何か行動するときは、そもそもなぜ行くの、そもそもなぜ宿題があるの、そもそもなぜ勉強するの、この根っこの部分に着目していかないと、いくらハウラインを作っても基盤ができていかないんですね。そして退屈、なんで退屈なのか、この退屈をどうやって過ごすのかではなくて、そもそも退屈って何ということですね。2番目のポイント、退屈のすすめ。前回脳の特性をご紹介した時に、脳は失敗して初めてぐーっと回転していくんだという話をしました。これを夏バテ、コロナバテに適用しますと、助けて、この暑さやコロナにはもう耐えられないと、あなたの痛み、弱さ、恐れをそのまま受け入れて幸福宣言をした途端に、脳はようやく駆動し始めるということなんですね。その上退屈ということになるとどうなるでしょうか。脳は退屈させればさせるほど駆動するということですね。実際複数の心理学者、教育学者が子どもに対して退屈の勧めを説いているんですね。退屈する能力、退屈するのに能力なんですね。退屈する能力は子どもの成長の成果である。退屈する時間はある意味で苦痛かもしれない、しかしこの心理的な負担は子どもたちの成長に大切なものだとする心理学者のリン・フライ博士が言っています。退屈はいけないことだと思っているかもしれませんが、退屈しても問題ありません。子どもたちが何かを成し遂げるための動機づけをできるようにするためには、退屈する方法を学ぶ必要があります。退屈することは子どもを成長する、自立させる術でもあると言っているんですね。親としての役目は、子どもたちが社会の中で自分の居場所を見つけられるように準備をしてあげること。大人になるということは、自分自身のスケジュールをコントロールして幸せに感じられるような余暇の時間で埋め尽くせるようになること、ということなんです。さらにフライ博士は、もし親たちが子どもの休暇をすべてスケジュールで埋め尽くし、学校が宿題で埋め尽くしたりなんかすると、子どもたちは自分でこの術を学ぶことができなくなる、せっかくの退屈という絶好の機会を損失してしまうと訴えていますね。これでは子どもの成長の芽を親たちが刈り取っていくことになってしまうということですね。子どもたちは植物のようなもの、誰にも邪魔されない土壌に一人残された時こそが最も成長する時である。過度に旅行に連れ出したり、印象深い体験を過剰に与えたりするのは子どもにとっては良くないこと、むしろ実りある単調さに耐えられない人間に成長してしまうだろうと警鐘を鳴らしています。
つまり実りある退屈こそが脳を駆動させる大きな力になるということですね。それは思わぬ時に思わぬことが起こったその瞬間に新しいことを発見する能力。何かを探している時に探しているものとは別の価値あるものを見つける能力。絶望的なことが起きた時にそれをこれ以上ない幸福な世界へと導く能力。これを今まで皆さんにどうお伝えしてきたかというと、これが脳科学でいうセレンディピティなんですね。3つ目、脳を痛めつける嘘ということですね。ノースイースタン大学講師で心理療法士のエイミー・モリソンさん、世界的ベストセラー、メンタルが強い人がやめた13の習慣という本があります。子どもの失敗を防ごうと全て管理して指図するのはヘリコプターピール。自立が辛くて社会人になってから実家に戻ってくるブーメランチャイルドなど、とんでもない子育てをしてしまった親向けにはメンタルが強い親がやめた13の習慣も合わせてベストセラーになってるんですね。複数の大学のサイコセラピストとして脳を痛みつける次の7つの考え方はすぐに排除しなければならないと、やはりこの方も警鐘を鳴らしている。こういうふうな考え方をすると脳が傷んでいきますよという7つのこと。1つ目は自分は足りない。何が足りない？賢さが、魅力が、意欲が足りないと自分で思ってしまう。2つ目は周りが自分を邪魔をする。誰も信用できない、全員が敵だと思ってしまうということですね。3つ目は耐えられない、もうあっさり耐えられない、この退屈さに耐えられないという、居心地の悪い状態に対処できないと脳が納得してしまうと大変なことになります。4つ目、精神的な問題のせいで強くなれない。ところがですね、強そうに見える人ほどなんとうつ状態や不安を抱えている、その不安と戦っている人が多いということなんですね。それは見せかけの強さに過ぎない。本来脳は扁桃体というものがこの側頭葉にあって、この扁桃体ですね、この扁桃体は脳の主電源と言われています。この主電源がどういう性質を持っているかというと、怒り、強さ、弱さ、痛み、こんなものを持っているんですね。ですから私たちの心、どんなに強がってもこの主電源、脳に心があると先ほど言いましたが、この主電源の性質というのは痛み、弱さ、恐れ、怒りなんですね。ですから何でもないような顔をしててもここに私たちの性質が宿っているということなんです。だから強いふりしたり分かってるふりするのは逆に良くないことなんですね。どこまで行きましたっけ。5つ目、自分には意思がない、意思がないと自分で信じてしまうことは誘惑に負ける、言い訳にもなってるということですね。この人が好きだって感情がどんなに湧いても、これが欲しいと湧いても、これ子供の性質ですよね。だけど大人になれば、これが欲しい、この人が好きだというもの、この感情を意思に変えることができる能力を脳は持っているのにそれを使ってないということですね。6つ目、自分は傷つけすぎているということですね。心の傷があまり、その痛手が大きいダメージをもたらしているんだとずっと思って信じることは、あなたの過去ばかりではなく現在未来にまで影響し、それが子供にまで影響していくということを忘れてはいけません。そして7つ目、自分は人と違いすぎている。この違っていることにコンプレックスを持っている人が多い。しかしそこらに落ちている石だって全部形が違いますよ。この違いにこそ個性があふれ、一人一人がみんな違うからこそユニーク、
面白いということになっていくんですね。エミさんはメンタルを強くするためには単純に運動してみたりウォーキングをしてみたりするだけでも脳の働きが違うと言い切っています。ちょうど今ご紹介したように7つありますので、今日から1週間1日に1つこの7つの否定形、要するにネガティブな発想をポジティブに転換する考え方をしてみたらいかがですか。自分に足りないものはない、自分を邪魔するものはどこにもない、最高の自分になるために他人との違いを生かす方法はいくらでもあるんだということですね。最後にもう一つ、前回配信したその今言った脳の特性の中に枠組みを作り、うまくすればワーキングメモリー、一時的記憶を長期記憶に変換することができる、喉元過ぎれば暑さ忘れてしまうような日本人にとっては一時しのぎばかりをすることが多い、この長期的変化が苦手なんですね。ですので、最初に冒頭の質問にそこそこ答えてきてますが、夏バテ、コロナバテ、コロナ対策にこれを適用するとなると、あなたが何に耐えられて何に耐えられないか、その枠組みをはっきり明確にすること、はっきりくっきりすっきりすることです。脳はそうすることによって、この喉元すぎれば暑さ忘れた一時しのぎではなくて、暑さコロナに対して長期的記憶型に変換する、要するに長期それずっと暑さを忘れないとかずっとコロナを忘れないとかいうことではなくて、対応する脳がしっかりとこの暑さにこのコロナに対応することをじっくりとキャッチしてくれるということですね。その術を与えてくれるということです。ですから一時しのぎはいけませんと言ったって、一時的にこの暑さから抜け出せればどんなに幸せかと思うかもしれません。さて次回のテーマ、一時的にしのぐために海に入った水難救助とあなたの人生、それでは次回またご期待ください。